皆様、ようこそお越しくださいました前期と申します。今回ご紹介させていただきますのは、アニュラスさんが発売されグッドスマイルカンパニーさんから販売されておりますグリッドマン宝田立花でございます。今回ご紹介するこのキット、販売しているところはグッドスマイルカンパニーさん、まあ皆さんご存知のメーカーさんだと思います。で、発売されているところが株式会社アニュラスさんということで、私初めて聞くメーカーさんだったのでちょっと調べてみたところ、なんと令和4年の4月に設立されたばっかりの会社さんなんですよね。公式ホームページの方でいろいろ拝見してみますと、従業員の方が2名しかいらっしゃらないと。そういった小さい会社さんでありながら、こういった美少女プラモデル販売される時代になったんだなぁなんていうふうにちょっと思ってしまいました。ちなみに現時点で発売されているのがこちらの宝田立花、第2弾として新庄茜の方が予定されているようです。では改めまして、今回のキットパッケージの方をご紹介してまいりますが、正面がこんな感じになっております。なぜ今このタイミングでグリッドマンっていうふうにちらっと思わなくもなかったんですけれども、現在グリッドマンユニバース劇場版の方ですね、公開されているものですから、タイミング的にはいい感じじゃないでしょうか。そしてこの宝田立花、パッケージイラストめちゃめちゃ可愛らしいですよね。で、箱そのものは実はそんなに大きくなくてですね、正面は通常のプラモデルと同じサイズなんですけども、厚みが結構薄くなっております。で、側面のがこちら塗装済み完成品ということで、まずファッション、カーディガンとか半袖、組み替えによりアニメ劇中の2種類の衣装を再現可能とか、あとこちらオプションですね、オプションパーツとしてスマホ持ち手とかリュックとか種々が付属しております。で、こちら髪型についてはロングヘアとボニーテールの2種類、それぞれ瞳印刷ありなしの2セットが付属ということで、担保印刷済みのフェイスパーツも付属するようです。で、側面がこんな感じになっておりまして、反対がちょっと縦向きなんですけども、こんな感じになっておりまして、これは未塗装組み立て例ということで、下に掲載されております水転写デカールを貼っただけな状態ですね。で、ちょっとこの画像よく見ておいていただいて、で、先ほどの塗装済み完成品の方見ていただきますと、ちょっとこの状態では分かりにくいと思うんですけども、このカーディガン部分のラインですね、この塗装済みの方はかなり黒に近いんですけれども、こちらはデカールの関係なのかちょっと茶色っぽくなってます。ただパッケージイラスト見てみても、どっちですかね、焦げ茶ってちょうど中間な感じなんですかね、になってますけれども、こちら見ていただいてもデカール貼るだけでもかなりのクオリティになって仕上がっているようです。では中身の方もご紹介していきたいと思います。劇場版のグリッドマンユニバースご覧になった方多いでしょうか。私の場合、劇場に足を運ぶのがめんどくさいので、そう遠くないうちにアマプラかなんかで配信されたらいいなぁなんていうふうに勝手に妄想しております。で、中身ですけど、まずこちら担保印刷されてないフェイスパーツと担保印刷済みのフェイスパーツ、かなりシンプルなデザインに見えますけれども、普通に可愛らしいフェイスパーツだと思います。4種類ありますね。で、上の方にハンドパーツで、こちらの方が展示ベースと、こちらカラー再現用の赤というよりも薄い朱色っぽい色してますね。で、こちらがフレッシュカラーの太ももとかフェイスパーツの土台の部分、反対側にこれはどっかのジョイントパーツ類ですね。で、こちらがカーディガン部分と、これが下のワイシャツってとこでしょうか。もうこの段階でお借りいただきますけども、カーディガンの方がちょっと乳白色っぽくなってますね。で、こちら最後のところかな、これがスカートとか頭髪パーツ、スカートと頭髪同じ色なんですね。あ、ここにリュックもあります。で、最後こちらが水転写デカール、まあ、アイデカールとこの主にカーディガン側のラインとかボタンの部分を再現しているものが多いですね。きっとこれで以上となります。当たり前ですけども、メカ少女ではないので、カーディガンの有とかリュックとかそういったものがあるとはいえ、パーツの総量としては非常にお手軽で作りやすい分量じゃないでしょうか。そして最後、作り方の説明書、グリッドマン宝田立花。やっぱ可愛いですよね、メインヒロインのだけあって。皆さんは宝田立花派、新庄茜派、どちらでしょうか。で、中の方に参りまして、こちらまずはパーツリスト、特に部分塗装されたものは全くないんですけれども、先ほどランナー見た感じ、デカール貼ればかなりのクオリティで仕上がる気がします。で、まずは頭部の作成、最近この冒頭に完成イメージたるの多いですよね。で、口が開いてるものについては中にカラー再現用のパーツを取り付けて、で、頭髪パーツを取り付けて、これがロングヘアのもので、こちらがポニーテールのもの、ポニーテール部分に可動があるっぽいですね。で、次のページで今度は胴体の組み立て、まずはカーディガン、そしてこちらが胴体シャツの組み立てってことは、これ選択式じゃなくて両方できるってことですかね。この肩のジョイントパーツも番号違いますので、こういうのは差し替えというか変更が簡単でありがたいですね。で、次に腰を組み立てて、手の組み立て、リュックの組み立て、リュックの背負わせ方で、次のページで今度はカーディガンの左腕、同じく右腕で、こちらがシャツの左腕と右腕で、次のページで今度は脚部ですね。脚部は2種類ありませんので、普通にフレッシュカラーのものを左右作って、で、まずはこちら全体を連結してカーディガンの完成で、こちらが同じようにシャツ状態の完成、まあおそらく間違いなく上半身とか腕とかの乾燥だけで、このカーディガン状態とシャツ状態行ったり来たりできると思います。で、次のページが台座の組み立て方と、ここが
デカールガイド。まあ、アイデカールは私の場合いいとしまして、ほぼカーデガン側のシールばっかりですね。まあ、これについてもきっちり貼っておきたいと思います。で、最後のページが、カラーリングサンプル。塗装後彩色イメージ。まあ、今回私の場合は特に塗り足しはせずに、付属された水転写デカールを貼っただけで終わらせようかなと思ってますけども、まあ、このリュックですね、これについて、さすがにここまで細かく塗るのは私の技術の場合難しいんですけれども、可能であればちょこっとぐらい塗り足ししようかなと思っております。下に設定の画像まであります。説明書以上こんな感じで、おお、背景もこんな感じになってますね。では、早速作成して、完成品の状態ご覧いただきたいと思います。ほんの数パターン程度ですがご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介していくんですけども、その前にですね、作っていく中で2点ほど気になったところがあったので、そこだけ先に補足させていただきます。まずは今回のキットの素材材質ですね。外箱側面の方にこんな感じで PS/ABS と書かれております。まあ多分 ABS ってのはこの展示ベースで、でこの宝田リュック本体については全て PS だと思います。で、通常こういったプラキットの場合、説明書の中のこういったパーツリストですね、こういったところに何が ABS か何が PS かっていうふうに注意されていることが多いんですけども、今回のキットは特に書かれておりません。じゃあどうやって判別するかと言いますと、ちょっと使い終わったランナーであれなんですけども、例えばこちらのランナーですね、ここに E 宝田リッカでコピーライト表記があります。こっちに1、3とか2、4って書かれております。反対側見ますとこちらですね、メーカーさんのアニュラスのロゴですとか、こちらメイドインジャパンとか書いてる中の、ここの部分ですね、ここに PS という刻印があります。ですので、塗装される方は一応ランナーのここのタグの部分を確認することをお勧めします。で、先ほど多分っていう言い方をしたのは、このクリアパーツの展示ベースですね。この展示ベースのランナーのフレーム部分についてはこういった記載がないので、おそらくそうじゃないかなというふうに思っております。で、あともう一点、フェイスパーツの担保印刷ですね。これ一部ショッピングサイトのレビューにも書かれてたことなんですけども、まあ実際見てもらった方が早いですね。例えばこちらに置いてあります、このテレ顔みたいな顔。この距離で見る分には全然支障はないんですけども、近くの方で、こうじっくり目のところとか見ていただきますとお分かりいただけますでしょうか。結構ざらつきがあると言いますか、解像度低めの印刷になってるんですよね。ただ、今回のキット、担保印刷されないフェイスパーツもありまして、そちらに貼ることができるアイデカールも同梱しております。例えば、アイデカールの方の同じこのテレ顔のこの目のところですね、見ていただきますと、アイデカールは非常に細かく綺麗な印刷になっておりますので、例えばこの担保印刷済みのフェイスパーツのプリントが気に入らないという方は、担保印刷されてないフェイスパーツにこちら水転写デカール貼ることによって精度の高いフェイスパーツにすることもできます。まあ、私の場合何もないお顔に目を貼るっていうのはちょっと位置がずれると変な風になっちゃうのが怖いのでやらなかったんですけれども、まああとは今ご覧いただいているような距離感で見る分には特に問題はないかなっていう気がしております。では改めましてキットの方をご紹介してまいりますが、まずは付属品や交換パーツの方から、まずは左側、先ほどちらっと話しましたこちらクリアの展示ベースですね。先端さすまたになっておりまして、ここの部分取り外して当然ピンにすることも可能です。今回のキット、このカーデガンの冬服の方も半袖の夏服の方も背中に 3mm のピン穴があります。ただ、このリュックを背負ってしまいますとそのピン穴が塞がれてしまうので、そういった時の対応できるように、こういった先端の角度を変えることができるさすまた状のパーツも付いております。まあ、ところどころ軸のところにこんな風に気泡入っちゃってますけれども、無色透明であればそんなに気にすることもないかなというふうに思っております。続きまして交換パーツとしまして、まずはフェイスパーツ。今、カーディガンを着ている冬服の方には、微笑み側のものを。で、下の方に上半身だけになっておりますけども、半袖の夏服の方が通常側ですね。それ以外に2種類、合計4種類ですね。まずこちらの方が、まあ、悲しみ顔ってとこでしょうか。口の中のこの赤いところは裏から別パーツを取り付けております。で、こちらが先ほども近くでご覧いただきました、テレ顔ってとこですかね。近場で目の解像度さえ気にしなければ、宝田リッカの表情をきれいに再現されていると思います。フェイスパーツは合計4種類が付属します。続きましてハンドパーツ。両手同梱されているものについては3種類。今カーディガンのものが少し指先を丸めたハンドパーツで、半袖の夏服のものがグッと握った握り手で、こちらが
割と大きく帯が広がった開き手左右一対で、左手パーツとして1個だけ付いておりますのがこちらのスマートフォン持ち手ですね。で、このスマートフォンなんですけれども、説明書のイラストの方ですとこんな感じのスマートフォンになっておりまして、ものとしましては手帳型っていうんですかね、くるっとこう折りたたむ感じでスマートフォンを覆っているようなものでして、で、最後のページのこの塗装補彩色イメージのここの部分ですねを見ていただきますと、今回のハンドパーツについているものは手帳型ケースを折りたたんでスマートフォンの画面が見えるような状態のものになっております。カラーリンクとしましてはスマートフォン本体が白、画面が黒で、スマホケースは薄いピンクだったんですけれども、もうちょっと色の違いはっきりさせたかったので、今回私の場合このケースについてはかなり濃いめのピンクにして、でスマートフォン自体を白で画面を黒にしております。まあ、塗りが粗いのはご容赦いただくとして、ただですね、このスマホケースというのはこのハンドパーツを一体成形になっているんですけども、細かいところまで丁寧に成形されているんですよね。例えばこちら側、ここですね、カードが何枚か入ったような形状を再現されてますし、ここにベルトの部分があって、でこの画面の側の方、ちょっとこの状態だと分かりにくいと思うんですけども、このスマートフォンを止めているこの四隅の部分ですね、この部分、他の縁と違って、ところどころにぷくっと膨らんでおりまして、ちゃんとスマートフォンをきっちり保持できるような手帳型スマホケースの形状、かなり細かく再現されているんですよね。まあ、私の塗りが下手くそで台無しになっちゃってる部分もありますけれども、もうスマホケースに限らず、今回のキット、こういった細かいところで再現されているってそれは結構多かったりします。そういった意味でもこのハンドパーツ結構汎用性が高く、他のキットでも使えるんじゃないかななんて思っております。次に右端、こちらリュックですね。あ、ちなみに今回ちょこちょこと色は塗り足ししましたけれども、このリュックについても、この濃いグレーの部分が成形色。で、このファスナーのラインみたいなところと、この3箇所のこの赤いところですね。ここだけ追加で塗装させてもらいました。本来の塗装済みの方を見ますと、リュック全体が黒くて、このファスナーのラインの部分がむしろ紺色っぽかったんですけれども、成形色のままでいいやと思って、なんとなく場所が分かればいいなということで、適当にちょっと塗ってあります。で、先ほど今回のキットの素材、PS でお話をしたんですけども、特にこのリュックの部分ですとか、後でご紹介します、高田力学が履いているこの靴とかですね、このカラーのもの、髪の毛とかスカートは違うんですけども、これがですね、結構柔らかいんですよね。イメージとしては同じピースでもかなり柔らかい素材を使われているバンダイさんの30ミニッツシスターズ、あれもなかなか柔らかいピースなんですけども、個人的にはそれより柔らかく感じます。特にこのベルトの部分ですね、こんな風にウニウニ動くぐらい柔らかくなっております。まあそういったこともありますので、ランナーから切り離すときに結構慎重にやらないと発火しやすいという面があるかもしれないですね。ただこれについてもこのシワの出た状態とかかなり綺麗に再現されていると思います。で、残りが宝田一家本体なんですけれども、カーディガンと半袖の別があるのは当然潜在画像で分かってはいたんですけれども、いざ実際に作ってみますと、腰部、まあ要はおパンツ部分なんですけども、そこの部分と両足以外については丸々2個作成することができます。コスト的なこともあったと思うんですけれども、ここまで来るんであれば、椅子のこと両足とかのパーツももう1セットついていたら、冬服と夏服、2体の立花ができたのになぁなんて思ってしまいます。では先にですね、ちょっと上半身だけ置いとくのもあれなので、夏服宝田立花のカーディガンとは違う可動の部分だけご紹介します。それがこの腕の部分の可動ですね。肘が曲がるのは当然なんですけども、この腕部のロール軸、夏服につきましてはこの袖のとこですね、ここに組み込まれております。カーディガンの方は違うので後でご紹介します。で、ここの部分で腕がこんな風に後ろに回すことができるって感じですね。あ、ちなみにこの胸元のこのリボンの部分、これ襟の中に入っているこのリボンの紐っていうんですかね、ここもリボンのパーツで形状が再現されております。結構細かいですけども、丁寧な造形だと思います。で、あとはこのポニーテール部分ですね、ここについては可動軸になってまして、上下とか左右に向きを変えることができるようになっております。ちなみにこの頭部についている種については、この手首についているものと全く同じ形状のものです。で、こちらが夏服のスカートですね。まあ特に胴体はないですし、スカートだけで特に可動とかはないです。ではカーディガンの宝田立花本体の方をご紹介していきますけども、その前にですね、いつものように大きさの比較してみたいと思います。両側にちょっと他社さんですけれども、コトブキ屋さんの女神デバイス初期の素体とフレームアームズガールアーキテクトを並べますと、こんな感じになっておりまして、上背としてはちょうど中間ぐらいなんですけども、肩の位置とかを考えますと、ほぼフレームアームズガールと同じぐらいの大きさって感じですね。ちなみに頭部はボールジョイントなんですけども、ボールジョイントの径は多分 4.5 ミリです。なんでそんな中途半端かと言いますと、フレームアームズガールが5ミリ、女神デバイスが6ミリ。で、今ここには出してないんですけれども、バンダイさんの30ミニッツシスターズ、あれが4ミリなんですよね。で、実際に乾燥というか付け替えれるかなと思ったんですけれども、フレームアームズガールの方は大きすぎて頭部がスカスカ。30ミニッツシスターズの方は小さすぎてはまらないと。その中間ということで 4.5 ミリかなというふうに思っております。まあ、感想というカスタマイズがないのはちょっと残念な気もしますけれども、それはそれで仕方がないところですよね。では改めまして、宝田立花本体の方をご紹介していきたいと思います。手で取りますと、こんな感じになっておりまして、あ、ちなみにこの
本体につきましては塗装は一切しておりません。普通に組んで、まあ、若干肝落ち程度の合わせ目消しをして、あとはなんとなくマットな感じになるようにこの太ももとか腕については擦って、でカーディガンの上下につきましては一応トップコートを拭いてあります。では上の方から順に可動も含めてご紹介してまいります。まずお顔、これが笑顔ですね。まあ、この距離で見ても特に目の短方印刷そんなに違和感はないかなっていう気がしております。でこの頭髪なんですけど、特に可動はないんですけども、こういったところの造形の再現というか形状の細かさですよね。ここの部分の髪の毛とか若干成形色というかカラーの段階でムラがあるようにも見えますけれども、まあむしろそれがリアルな頭髪感といいますか、何よりこの非常に細かい形状が再現されているというのは素晴らしいと思うんですよね。で頭部の可動につきましては頭部からのボール状ののみ、首に可動はありません。一応前髪はこんな感じで体から離れてますので、この状態から前についてはこのぐらい、後ろについてはこのぐらい、まあ、真下を見る、真上を仰ぎ見るぐらいの角度はないんですけども、まあ、左右にも傾けたりこう横を見たりすることもできるぐらい髪の毛の干渉を避けるようなサイズになってますので、このぐらいで十分かなと思います。で次に肩、腕周りで、この肩がですねなかなか凝った構造をしておりまして、こういった美少女プラモデルの場合、肩につきましたボールジョイント、まあ、それは共通なんですけども、胴体側の受けの方ですね、前後のスイングだったり内外の引き出しがあったりするんですけども、このキットの場合それは両方あります。ちょっとボールジョイント抜けちゃうかもしれないんですけども、この状態から外側にこんな感じに今出てきましたね。引き出す内外の可動からだけじゃなくて、この状態からこんな風に前後のスイングまであります。要は他のキットであるところの内外だけ、もしくは前後だけじゃなくって前後と内外の両方が組み込まれております。なかなか贅沢な仕様ですよね。で上向きについては特に肩に干渉するものないので、こうはいと挙手できるぐらいまで腕を上げることができます。で腕のロールなんですけれども、先ほど半袖の時には袖のところにあったんですけども、このカーディガンの場合肘の部分にあります。ここがこう曲げるだけではなくって、ここの部分で若干こう外に回すことができます。ここに可動が組み込まれているってことですね。で手首につきましておなじみ可動軸ジョイント、ぐるぐる回りますし角度も大きく変えることができます。袖の二重線とかこのカーディガンのこのラインとかボタン、胸元のこれ交渉ですかね、まあ、こういったラインものについては全て水転写デカールとなっております。あ、この後ろのこの襟の部分もそうですね。でこの水転写デカールがですね、まあ、先ほど相手からご覧いただいた段階でお気づきの方もいらっしゃったかもしれませんけれども、全部のデカールが2枚ずつついてきます。まあ失敗してもいいように予備という考え方だと思うんですけども、全部2個ずつついてくるっていうのは私のように水転写デカール貼るのがそんな得意じゃない人間には地味に嬉しかったりします。で次に胴体、胸周りですけども、こんな感じになっておりまして、リボンについては先ほどご覧いただいた夏服とものと全く同じですね。リボンだけではなくって、リボンからこの襟の下に伸びている2本の紐、ここまで形状が再現されているっていうのは個人的に嬉しかったです。で、可動ですけれども、構造としては、上半身と下半身を両端が球体の鉄アレみたいなパーツで接続されております。ちょっと一回分割してご覧いただきますけれども、こんな感じになっておりまして、ここのボールジョイント、下の方のボールジョイントですね。ただこれがちょっと変わってる構造になってまして、下半身と上半身を作って間に挟むのではなくって、これはこの腰部側から上にこう突き刺すような構造となっております。ですので接続した時に今ご覧いただいたように上半身側を抜けるんですけど、下半身側が抜けなくなっております。まあこれは実は肩の可動もそうなんですけれども、可動の範囲方向としては既存のものと変わらないんですけども、作り方の構造が結構凝ってますね。で次に腰部、腰回りぐるっと一周、こんな感じで後ろから見た時にですね、この片側だけスカートがはみ出てる、これはデザインです。こういった細かい左右非対称のデザインというのも、なんかこのメーカーさんの宝田立花に対する熱い思いを感じてしまいます。で、股関節の接続方法なんですけども、これを言ってしまえば両端が球体の鉄アレみたいなもので、股関と太ももが接続されているんですけれども、これもこの腹部と同じように、両方を作った間にそのパーツをはめ込むのではなくって、股関側からの軸付きのボールジョイントと太もも側の受けの方のボールを接続するというような、ちょっと変わった接続方法となっております。で可動範囲なんですけれども、このスカートに一切可動がないので、足ですね、前についてはこのぐらいも出てるかどうかわからんぐらいですね。で後ろがこのぐらい、横方向についてもこんな感じで、まあスカートの範囲内ということで、そんなにアクロバティックなポージングが取れないんですけれども、夏服と同じくスカートとかこのカーディガンの形状を重視した結果この範囲になったのかなって気がしております。で次にこの足ですけども、作ってる時にはこの太ももかなり太いなって気がしたんですけれども、いざこうやってキット組み上げてしまうと、アニメの宝田立花らしさ、なるほどこういう太ももと背中のバランスなんだっていう風に立体物を作ってみて改めて実感しております。で膝については関節は1個、この状態からグイッと曲げてこのぐらい、まあ、90度以上曲がりますので立ち膝とかのポージングしてもいいかなと思います。
あ、ちなみにこの脚部そのものですね、この太もものところに分化性もないので思い切ったロール軸はないです。ただ太ももと股間の接続の方法がボールジョイント同士なので、そこの部分でこのつま先の動きですね、こんな内側にしてみたり、まあやらないですけども、こんなガニ股にしたりということもできるようになっております。で最後足首ですけども、靴こんな感じですね。でこの靴が先ほどご紹介したリュックと同じ PS なんだけども、 PVC 製なめに柔らかいと思うんですね。あ、ちなみにハンドパーツも PS 素材です。 PVC は全く使われてないですね。で可動については後ろとか前、まあ、軸で刺さってますので、まあ、後ろの向きを変えることもできるようになっております。あとつま先だけで、ここの位置だけですね、こんな風に向き変えることもできますので、まあ、内股外股っていうのはここの部分のロールを使ってもいいと思います。全体的にアニラさんというメーカーさんの、まあ、これが初キット初造作ってことになるかと思うんですけれども、個人的な感想としましては、まあ、確かに単本印刷の目の部分ですとか脚場締まりの可動がそれほど大きくないっていうのはあるかもしれないんですけれども、全体的なプロポーションとかこの服装とかですね、1個のキットで夏服と冬服両方が楽しめるとか、あとは頭髪とか手に持ってるスマートフォンの形状とか、まあ、このカーディガンについても下の部分のこの細かいリリーフとかですね、可動とかポージングを楽しむというよりも細かいところのデザインを徹底して追求して、グリッドマンの宝田立花らしさをこのプラキットに落とし込む、その部分に非常に力を入れられた、そんなキットだったんじゃないかななんていうふうに作ってみて個人的には思っております。グリッドマン宝田立花はこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりました宝田立花、いかがでしたでしょうか。令和4年に設立されたわずか数名の会社であるアニュラスさんの処女作って言っていいんですかね。そういったことを鑑みてもかなりクオリティの高いキットだったというふうに思います。まあ全体的に PS 素材だと言われても妙に柔らかいのは気になるところではありましたけれども、ただそのせいなのか何なのか、頭髪ですとか手に持っているスマートフォン、こういったところの細かいリリーフの再現度の高さっていうのは素晴らしかったと思います。服装やプロポーションの都合上、そんなグリンクに動かすことは不可能なんですけれども、ただその一方で夏服と冬服の両方のキットが作れるっていうのはかなり飾り映えのするキットだったというふうに思っております。このメーカーさんの第2弾とも言うべきキャラクターキットは同じグリッドマンの新庄茜。宝田立花がこのクオリティでしたからね、そちらの方にも大いに期待したいと、そんな風に思っております。ちなみに今回のこのキット、流通数がどれほどあったのかはわからないんですけれども、今現在でも探せば若干ディスカウントされた価格で、まだ市場の方に在庫があるようです。美少女キットがお好きな方、グリッドマン、宝田立花がお好きな方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。